はい、フローリング張りの続きやっていきます。今コンパネを置いてるんですが、四隅だけ、仮止めをしている状態なので、下地の入ってるところに墨を打って、でそこにまあビスを今から入れていこうかなと思います。それが終わったらフローリング材を、順番に敷き詰めていく作業に入りたいと思います。じゃあやっていきましょう。ちゃんも手伝ってくれるんで、今からやっていきます。フローリングをだいたい4分の1ぐらい貼り終えました。あと残り多分丸1日あれば、貼り終えるんじゃないかなと思います。今日は終わります。はい、じゃあ床張りの続きをやっていきます。
はい、まだ、片付け終わってませんけど、とりあえずフローリングを全部貼り終えました。畳を剥いでからまあいろいろちょっと用事もあったりして丸3日かかりましたけど、まあ休みのうちになんとか入れたんでよかったです。片付けをしてもう今日からここでゴロゴロできると思います。まあ大変な作業なんですけど、今回あの奈美ちゃんも手伝ってくれたんでかなりスムーズに終えることができました。よし、とりあえず今日は終わります。お疲れさんでした。